こんにちは。いつもありがとうございます。今回はこちらの豚ロース薄切り肉を使い、とんかつを作ります。ミルフィーユとんかつとも言いますかね。通常の1枚で作るとんかつにもたくさんの魅力があるんですけれども、今回のような豚肉を重ねて作るとんかつにもたくさんの魅力があります。よかったら参考にしていただき、ぜひ作ってみてください。豚肉の他に、今回はアクセントとして今切っている生姜ですね。この生姜を豚肉の間に挟んでいきます。そのまま挟んでもきっと美味しくはなるんですけれども、ちょっとひと手間を加えていきます。ひと手間というのは、この後この薄切り、だいたい 2,3 ミリぐらいに切っているんですけれども、この生姜にひと煮立ちさせた醤油と酒とみりんを加えて醤油漬けにしていきます。醤油漬けにすることによって生姜の爽やかな香りと辛み、そこに醤油とみりんなどのコクが加わり、より一層美味しく仕上がります。醤油漬けにする調味料は、醤油とみりんと酒、各 50ml を鍋に入れてひと煮立ちさせるだけです。これを先ほどの生姜に加えて半日ほど冷蔵庫で味をなじませてください。この生姜の醤油漬けの使い方はいろいろあるんですけれども、豆腐にのせるだけでも、あとご飯にかけて食べるだけでも美味しいですし、もちろん生姜焼きを作るときに刻んで入れても美味しいです。あとは意外とカレーの福神漬けの代わりとかに添えるととってもいけると思います。次は主役となる豚肉スライスの下処理です。赤身と脂身の部分に切り込みを入れ、縮むのを防いでおきます。それではとんかつの形を作っていきます。ラップを広げ、その上に豚薄切り肉をまずは4枚重ねます。今回は全部で8枚、合計 200g の豚薄切り肉を使ってます。4枚重ねたら、塩と胡椒で軽く味をつけ、その後大葉と生姜を乗せていきます。そして大葉を2枚まずは乗せます。その上に半日以上漬け込んでおいた生姜のスライスを乗せていきます。この生姜の量はお好みなんですけれども、結構多めに入れていただいても美味しく仕上がりますので、生姜が大好きな方は多めに入れてください。今回は 2,3 ミリぐらいの厚さの生姜を約8枚ほど乗せてます。こういう感じですね。ちなみにこの生姜漬けは1週間ほど冷蔵保存できますので、他の料理でもぜひ使ってみてください。生姜を並べたら、さらに大葉を2枚上から重ねます。そして残りの豚薄切り肉4枚を重ねていきます。4枚重ねたら、先ほどと同じように塩と胡椒をもう一度かけてください。この後は下に敷いておいたラップで全体をくるみ、約10分から15分ほど置いて形をなじませるというか、落ち着かせるようにしてください。そうすることによってこの後のパン粉付けもスムーズにいきますし、揚げる時も綺麗に揚がります。今回のミルフィーユとんかつのメリット、魅力といえば、まずは柔らかさですね。1枚で作るとんかつもとても火入れを注意しながら作ると柔らかくできるんですけれども、今回のように薄切り肉を重ねたとんかつは、やはり歯切れもよく、より柔らかさを感じるかなと思います。それからジューシーさですね。一枚一枚重ねることによって、より肉汁が溢れ出す感じが味わっていただけるかと思います。それから何と言っても、間に今回のような生姜や大葉を挟んだり、他には梅や例えばチーズなどを挟んでも美味しくできるかと思います。そういったアレンジができるのも大きな特徴です。とんかつの準備ができましたら、次はパン粉漬けです。溶き卵を作り、小麦粉を振っていくんですけれども、ここは少し丁寧にやりたかったので、ふるいにかけながら小麦粉を丁寧にかけるようにしました。こうすることで小麦粉もまんべんなくつき、この後つけるパン粉もきれいになじむようになります。片面振りかけたら軽く手で押さえて、次は裏面にも同じように小麦粉を振りかけ、軽く手で押さえ、バットに落ちた小麦粉を使いながら側面にもしっかりとつけるようにしてください。こういう感じですね。まんべんなくつけたら、次は卵です。溶き卵につけて
全体にくまなくつけるようにしていきます。ちなみによりこの卵を豚肉にしっかりとつけたい場合は、漬け込んで10分ほど置いてもらうと、より卵が豚肉に馴染んで、この後のパン粉もつけやすくなります。全体に溶き卵をつけたら最後はパン粉です。今回パン粉付けは1回で終わらせているんですけれども、衣が好きな方やパン粉が途中で揚げている時に剥がれるのが嫌だという方は、ぜひ2度付けも試してみてください。2度付けをすることによってしっかりとパン粉をついて、より綺麗なとんかつにも仕上がるかと思います。2度付けをする場合は小麦粉はつけずに、この後卵液にくぐらせ、そしてパン粉という流れになります。それでは揚げていきましょう。フライパンに揚げ油を約 1.5 センチほど入れて火にかけてください。そして160から170度ぐらいまで温度を上げていきます。濡れた菜箸をつけると、このように勢いよく泡が出るぐらいが目安です。油跳ねに注意しながらとんかつを入れていきます。今回は2度揚げをしていきます。まずは片面2分揚げます。2分後ですね、ひっくり返してさらに2分揚げるようにしてください。片面を2分ずつ合計4分揚げたら取り出し、2分休ませます。2度揚げすることによって中までしっかりと火を通すのももちろんなんですけれども、より周りをカリッと中はジューシーに仕上げることができます。2分休ませたらもう一度油に入れて、次は片面約1分ずつ揚げるようにしてください。1分後ですね、ひっくり返し反対側も1分揚げます。片面1分ずつ合計2分揚げたら取り出し、ここでも1度目と同じように約2分ほど休ませるようにしてください。それでは切っていきましょう。外の衣はカリッと、中はジューシーに仕上がっているかと思います。どうでしょうか。結構いい感じに仕上がってるかと思いますけども、いいですね。いい感じのジューシーさです。やはりこの薄切り肉で作るとんかつの魅力はこのジューシーさの部分だと思います。1枚の豚肉で作ると火入れが難しく水分が抜けてしまう場合がありますけれども、薄切り肉だと比較的失敗せずにこれぐらいジューシーに仕上がるかと思います。それでは盛り付けです。キャベツの千切りを添えてとんかつを乗せていきます。今回の調理のポイントは大きくは3つですね。まずは中に挟んでいる生姜です。生姜は醤油漬けをすることによって生姜の香りや辛みを生かしながらコクもしっかりと味わえるような一品に仕上がります。2つ目は豚肉や生姜を重ねた後はラップでくるみ10分ほど置いて形を落ち着かせてください。揚げるときは2度揚げをすることをお勧めします。2度揚げをすることによって外はカリッと、中はよりジューシーに仕上げることができます。1枚で作るとんかつもとってもいいんですけれども、今回のようにちょっとひと手間を加えることでより魅力的なとんかつができるかもしれません。よかったらぜひ参考にしていただき作ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。